運の総量は無限大。数年来の引き寄せが叶った。でも実は本当の本願は別のところにあって、さまざまな事情からさすがにそれは無理と無意識で思ってたことがあり、妥協した願いでも十分だと思ってた。妥協した願いが叶って、それだけでもすごくて興奮してたが、同時に目の前をありえないはずの本願がニアミスで通っていった。本願は願えば普通にありえたことで、目の前で他の人はそのチャンスを得ていた。妥協した願いは叶ったが、本願は叶わなかった。ここまで引き寄せられたんだから流れ来てるよ、チャンスと思えば良いのは分かってるんだが、気持ちが消化できず今猛烈に苦しんでいる。目の前で通り過ぎた本願を見たので衝撃が抜けない。今回の数年来の引き寄せはいろいろやりきってから現実をフラットに見て、劣等感を抜き、もう良いや、なくてもって思った時に動いた。またそうすれば良いのは分かってるが、体感的なショックが抜けない。ニアミスはあるあるだと思うけど、本願は自分の努力じゃどうこうできない部分もあり、滅多にないことでかなり難しいと思ってたから、驚きと悔しさで数日しか経ってなくて気持ちの消化ができずにいる。その妥協した願望が叶ったのはまさに今回。これが実現したらすごく嬉しい、でも実現しなくても別にいいやと思った時の出来事でした。数年状況が動かないばかりか、嘲笑うかのようなことばかりで、それがきっかけでさすがにこれは何かおかしいんじゃないかと思い、その現実自体を疑い始めました。ものすごく悔しさはあるので泣き言たくさん言って、逃したと決めつけないように心の整理をしていこうと思います。ここまで来たのに本願だけ華麗にスルーされたのもまた今後の意味があるかもしれませんしね。運の総量ってのは人それぞれ大体決まっているから、どうでもいいことには運を使わないこと、運を溜め込むことが大事。運はお金と一緒で増やすのは時間かかるけど、使うとなくなるのは早いのよ。守られてる人はここってところに運を集中投下させるために、ここって時の前には変なところで運を使わせないように悪いことが起きたりもするの。とにかくコツコツと運を貯めることね。運が落ちてるなって感覚は生活の中でなんとなくわかるはず。それと単純に実力不足ってこともある。人って自分で自分のことは見えないから、割と自分自身を良い方に考えてしまうこともあるけど、何かに失敗するパターンって実力が圧倒的に足りない、自分に明らかに問題があるってことも多い。きちんと対策を立てて実力を身につけることね。個人差はあるにしても、その人の生涯の運の総量に関しては決まっていないと思います。その人の運の総量はその人の人生見れば大体わかる。バッテリーに例えればわかりやすいと思う。バッテリーそのものの大きさ、出力、これがその人の運の大きさ、気の大きさ。バッテリーの中が満タンか残量少なめか、これがその人の運の状態。バッテリーが小さい人ほど大切に使わないとすぐなくなっちゃう。なくなったら貯めないとダメ。なお完全に霊になったら死にます。基本的には霊にはなんないように守られている。その代わり不運なことが起きたり調子が悪くなったりするのよ。運の総量なんてないと思うけどな、望めば望むほど増えていくものだと感じる。なんか周り見てても二極化してるんだよね。うまくいかない人はとことんこじれるけど、うまくいく人はトントン拍子に車輪が回ってる感じ。ビッグバンで宇宙が始まった時からエントロピーの法則のように人の運命は決まってるよ。自由意志はないし、自分で決断したと思ってることや叶ったとか叶わなかったことも全部決まってたことで、自分がやったわけじゃない。2000年以上前に釈迦がすでに説いてるよ。それすでになれないと決めつけてるのではないでしょうか。世界的な現役チェーンケンタッキーフライドチキンを創業したのはカーネル・サンダースが65歳の時です。その概念は否定しないが、もしそうなら誠につまらんね。生を受けた命ってそんなにつまらんものかね。運の量に差があるから同じように努力して大成功する人もいればしない人もいるんだよ。まあコツコツと徳を積んでいけば少しずつは運も増えていく。引き寄せと念力、黒魔術の違いが分かってない人がいるね。
シークレットだけ読んでるとそうなりがち。引き寄せをそう思ってれば全部そうなると浅く解釈して、我欲丸出しでマルチ商法に騙されたり、甘い言葉でそそのかされて犯罪に加担させられるのもそのタイプ。スピリチュアルって正反対の荒くて汚くて未熟な魂。潜在意識に許可を与える、波動を上げる、運が良いと思うのも一つ。徳を積んで運を良くする、自分を忘れる、今に生きる、他人を喜ばせる、これらがあって正しい引き寄せ。念力じゃないのよ。不運な人と一緒にいるとこっちも不運になります。金運のない人と親しくしていると自分も金運がなくなるのです。これは事実でしょう。分野ごとに、そして総合的に運の良い人を見極めてください。社会的地位は低くとも生き生きと前向きに努力している人や明るい人は良い影響を及ぼす人と言えるでしょう。幸せになれない人は幸せになってはいけないと自分で自己暗示をかけているのです。心の奥の罪悪感や引け目がそうさせているのでしょう。確かに周囲の人が不幸だと自分だけ幸せになっては悪いのではなどと遠慮する気持ちが出てくるのも無理のないことです。このことを防ぐには視野を広げて観念を外すことが先決でしょう。不幸や貧しさは美徳ではなく、私だけ幸せになったら悪いと互いを縛りつけてるのですから。そのことに気がついて、私は幸せになっていいのですという正しいメッセージを潜在意識に植え付けることです。運がいいとき、不運続きということはありますし、生まれつき金運がいいという人もいます。自身の運の総量は分かりませんが、人や動物を助けたりいいことをしたりして徳を積んでいけば運気も上がりそうですね。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。